が明日まで少し残っていないんだけど、明日は明日の優しさ作るんだけど、だって明日は素敵な人と会うし、嘘は気遣いさ、騙すのとは違うよ、礼をあげて話さなきゃわからないかな、デートの時間に遅れた君に、俺も今来たばかりという見たくもない映画だけど、君が見たいというからだ、嘘つき合わせて椅子に埋もれてうまく寝てしまう、悪いね、優しさ食べておけないものさ、ほっときゃすぐになくなってしまう、明日も怠けず優しさ抑えなきゃ、だって明日はすごく大事な期間もな、嘘は気遣いさ、騙すのとは違うよ、礼をあげて話さなきゃわからないかな、君が作ってくれたご飯なんだけど、なんとも言えない味がして、一生懸命うれに作ってくれたんだしらしら、嘘つき合わせてうまく食べてなんとか飲み込もう、悪いね、優しさこさえなきゃ、だって明日はすっごく大事な日か、ポカ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 、ヨロレイヨロレイティ、だからよ、もうこういうふうはいらない、紹介したのであえて言いますが、最後に確かにハイジーと叫ぶわけなんですが、レコードでもそうなっております。これはアルプスの少女ハイジーではありません、これはハイなジジイという、そういうふうに理解していただけたんです。さあ